さて、5つの争点お話ししましたが、最後に市民と野党の共闘の今の状況と私たちの態度についてお話しさせていただきます。私たちは4野党で共闘を進めてまいりましたが、民進党は今日希望の党との合流を決めました。合流といっても民進党の候補者は希望の党に公認を申請すると、審査するのは希望の党ですから、合流というより希望の党が民進党を併合したというのがことの真相だと思います。そもそも皆さん、小池都知事も中心になって作っている希望の党っていうのはどんな政党でしょうか。まず顔ぶれ見てください。自民党政治の 中心にいた人、民進党を野党共闘に反対して出てきた人、ウルトラ右翼の潮流にいる人、そういう人たちが一緒に作っている政党です。そして唱えている政治的な主張、先日結党大会が行われました。それを見てみますと、政治的主張ではっきりしているのは2つですよ。1つは安保法制は容認する。北朝鮮問題がある中で安保法制で対応するのは当然だ、こういうことを言っております。もう1つは憲法9条を含む憲法改定を推進する。この2つが絡みです。安保法制賛成、9条を含む改憲推進、これが希望党の立場ですよ。皆さん、これは顔ぶれを見ても政治的主張を見ても、希望の党が自民党の補完勢力であることは明らかではないでしょうか。皆さん、この2年間野党と市民の共闘をやってまいりました。この共闘の一丁目一番地、共闘の原点は憲法違反の安保法制、戦争法を廃止し立憲主義を取り戻す、ここにあります。みんなこの原点でこの共闘を一生懸命頑張ってきた。そうしますとね、民進党の今回の態度は2年間の共闘の原点、共闘の積み重ねを否定するものと言わなければなりません。そして4野党の党首で何度も合意をしてきた、国政選挙でできる限りの協力を行う、憲法違反の安保制は廃止し立憲主義を回復する、こういう高等間の合意を一方的に公認するものと言わなければなりません。それだけじゃありません。政党間だけじゃない、市民連合の皆さんともつい最近そうした共通政策を結んだばかりです。それを問題にする行為と言わなければなりません。私はこの民進党の行為は共闘を一生懸命頑張って取り組んできた人々に対する重大な背信行為と言わなければなりません。それではどうするか。共闘に重大な逆流が持ち込まれたのは明らかですが、日本共産党は市民と野党の共闘によって日本の政治を変えていくという立場を揺るがず堅持して今後も進んでまいります。市民連合の皆さんとの協力関係は今後もしっかり発展させていきたいと思っております。そして皆さん、こうした状況の下でも共闘の道を勇気を持って追求しようという政党、議員、候補者の方々とは共闘を成功させるために今後も力を尽くしてまいります。一つ動画を変えます。今日こういう事態を受けて日本共産党の小池書記局長と社会民主党の馬場一幹事長が会談をしまして、こういう状況の下でも両党は総選挙で
できる限り多くの選挙区で一本化するために力を合わせることで合意したこともご報告しておきたいと思います。もちろん皆さん、民進党の候補者が希望の党の公認候補になった場合は、原則として日本共産党の公認候補を擁立することになることは、有権者の皆さんへの当然の責任だと考えているものでございます。皆さん、私たち2年間共闘に取り組む中で、全国にさまざまな共闘の絆がたくさん作られていることを感じます。2年間の歩みは、私は今後に必ず生きると思います。一時的な逆流によって共闘が後退したとしても、長い目で見れば市民と野党の共闘にこそ未来があるということを、私はこれから訴えたいと思います。そして皆さん、安保を愛し立憲主義回復をはじめ、野党と市民の共闘が掲げてきた大義の旗を高く掲げているのが日本共産党です。共闘の旗を高く掲げているのが日本共産党です。日本共産党を躍進させることこそ、市民と野党の共闘をさらに前に進める最大の力となり、日本の政治を良くする一番の力になるんじゃないでしょうか。どうか皆さん、今度の総選挙、日本の命運がかかった大事な選挙です。どうか日本共産党の躍進を、この首都東京から都議選に続いて勝ち取らせていただきまして、安倍政権を倒し、すべての国民が尊厳を持って生きることができる新しい日本をご一緒に作ろうではございませんか。そのことを訴えまして、解散にあたっての私の訴えとさせていただきます。ありがとうございました。頑張ります。